皆さんこんにちは、日本人の兵庫県民の淡井圭介です。本日は2023年の8月の14日、議員さんの、最近、ニュースになっている松川るいという方の女性議員の方と今井絵理子という、議員の方、今井絵理子さんに関してはもともとスピードという沖縄出身のアイドルのグループの中の一員だったと思います。で、自民党に関しては安倍政権の頃に菅さんが官房長官だった頃に自民党の地方議員とかも含めて約1000名ほど集まっていただいて言ってもらったんです。無駄なそのお金の使い方をしちゃダメだと。それは野々村県議という兵庫県議員だったと思うんですけども、県会議員だったと思うんですけども、その交通費のところでね、あの時はどうだったか、結局現場に行ってもなかったのにその交通費を使ったとして、まあ賄賂として受託していたと、まあそういうふうなケースの事件なんですけども、なかなかそういったことはね、今までそのなんていうんですかね、これマスコミの人たちもこの件は全員しっかりと目通しておいてほしいんですけども、僕のこの YouTube を見てもらってね、それはもう横領なんですよね、完全に。で、国民の税金ですから、で我々はそれに対して文句を言える立場であって、だから私は知り合いであった安倍晋三さんや菅さんに、まあ菅さんはもう官房長官というそれなりの立場でしたから、で総理が安倍さんでしょ、でその頃にもう絶対自民党でそういうふうな無駄なもう遊びでもう旅行なんかこんなもん論外であると、研修だとかなんだとかと言ってと。まあただあんまりね、その当時だいぶかなり僕の方からも、きつく言ってましたので、まあ他にもいろんなことをね、自民党の国会議員やったの、当時の民主党の方たちや共産党や公明党の方たちも動いてくれたと思うんですけども、まあ海外のね、こういうふうな部分とかわからないと。で、いや我々もわからないと。その国に行かなければわからないと。申し訳ないですけど、みんなで手分けしていろんな国のことを調べてきてもらえますかって言って、それでその年皆さん休みなくなっちゃったんですよ、夏休みが。まあそこまでね、もともと自分がそのむちゃくちゃな労働をさせられていたから、その時の変な感覚があったから、ちょっと本当に休みがなくなるなんてことを、それは僕は言ってないですよ。ちゃんと休日はね、労働基準法に基づいてしっかりと休日は得ていただけなきゃならないんですけども、まあその時も休み延長でって国会で誰かもう言ってるんですよね、全員起立してる議員の人たちが、はーいってこう元気なさそうにもう返事してるんですけども、まあね、そういうような件があったのにもかかわらずね、実際それまで議員の人が文書交通費、通信費とかあるでしょ、中に実際に現場行ってどうだったか、そもそも行ってないでしょっていうケースはもうこれは完全にアウトですし、遊び半分で海外に行くっていうのも仕事と称してね、それはもう絶対なしですよって、ややこしくなりますから、その辺のところをね、しっかりと、対応できたのかできてないのかっていうところなんですよ。で、今回の件に関しては、仕事と称してね、見てる分の我々からすると、遊びに行ってると。仕事を実際にある程度したかもしれませんよ。だけども、本当にその仕事が必要だったかどうかまで、話し上げてもらいますよ。そうじゃなかったら、わからないでしょ。いいです。マスコミの人たちで出してください。内閣の方でも認めていただいて、たまにね、こういうこと、野々村県議の時はそうでしたけども、たまにこういうことしなかったら、国会議員の人たちも引き締まらないんですよ、気が。今までどういうふうなことで議員が捕まってきたかとかね、私から言わせたら、あんな遊びの研修で行ってた費用なんか、国庫にお金返しなさいっていう話なんですよ、私から言わせると。だからそこまでするんだったら、
本当に仕事はとしてどういうふうな内容を聞きに行ったのかとか、どういうふうな仕事をしていたのか、実務内容を開示しなさいっていうことになるんですよ。公文書公開。法律であるでしょ。だからそれは、各政令指定都市は都政六法の内容に従わなきゃならないって現行法規や現代日本法規でなってるんですから、もう一回、現行日本法規で一本化しないと、その辺のところ、ここは都議会じゃないかなとか、何か言い訳を言い出すとか、言い出す議員とかどうせいるんでしょう。ああね、それ頑張ってくれてる議員さんの方たちには、それは僕は敬意払いますよ。もうありがとうございますっていうことを素直に言えるんですけども、長期政権を基本的に続けなければならない。それは世界各国との外交、云々がありますから、ややこしい話がだいぶたくさんありますからね、事実として。その状況下でエネルギーの残存量問題や、先進諸国の過度の少子化、これはもう全然笑い事じゃない状況に来てますからね。韓国さんのことを例に挙げて言いますと、2045年には65歳以上の人が 50% を多分超えます。大体それぐらいです。日本は 34% だったかな、それぐらい超えていきます。もう0歳から20歳の方はもう生まれた後ですからね。急にベビームーブなんか発生しませんよ。今はもうどんどん逆の方向進んで、少子化の率なんかどんどん悪くなってます。いまだにテレビでこの間なんかまだ 1.4 とか言ってた人いましたからね、報道機関の人で。しっかりしてそうに見えるでしょ。全然しっかりしてませんから。1.27。で、今はもう 1.27 より低くなってるかもしれない。今年で言うとね。現状の把握は全然できてない。韓国なんか 0.8。でもう今 0.7 になってるかもしれない。0.7 台。もしかしたら 0.6 台かもしれませんよ。なぜこんなことになるのかって言ったら、個人情報方法とかいらない法律をたくさん作ったから、人材派遣業法とかもその辺のことは何回も岸田さんにも言ってますし、国会でも話になってるでしょうから、僕が言わなくても頭の中にインプットしておいてください。ね、エネルギーの残存量問題とかあるんだから、ね、ボートレースとかに関する、法律、小型なんとかかんとかとか、その辺の名称を僕はホームページ淡井圭介の日記の300番台に出しますよ。もう何年生こうまでとか、もうそういうことまで書き始めましたよ。で、自民党にしても公明党にしても、あれだけ連立で議員さんいるのに、たったそれだけの法律を削除するのに、国会進められないんですかって、それ実力あるんですかっていうことを僕はちょっと厳しいこと言いますよ。僕は確か菅さんの若い頃だったと思うんですけども、それは善意を持ってね、私に教えてくれたんですけども、解決方法を持たないで議員なんかになろうと思ってはダメだと、国民のためにみんなのために頑張るものだって。ただそれに関しては、解決方法っていうものを持ってなかったら間違えてしまうと、善意で動いたとしてもね。だからその辺のところで、何が重要なのかっていうところの軸をしっかりとね、作らなきゃなんない。だから、世界の五大問題、私のホームページ、淡井圭介の利益の37番に記載してる五大問題と、97番の地震の発生について、と、あと、95番の台風についてに関してなんですけども、それは私がしようとしてることの内容を後押しするような形でいいと思います。多分私にできなかったらできないでしょう。今のところそこまで神がかり的な力、コンピューターとタッグを組んで、台風消滅とか、派生位置、台風8号に関しては、もうかなり東の方までずらしたはずなんですけども、一回、発生地点とか、僕は何年に 何を言って、何月何日ね、その後発生した地点がどこ、台風発生した地点が、発生した地点がどこなのか、自分で調べなさいって。いつまで僕のホームページ読むの、怠けてるんです。言われたらすぐメモしないと。ね、家の中にいらないメモ用紙とかいっぱいあるでしょ、広告の裏とか。もう何でもいいです。もうこういうふうな、ね、何かコピー失敗したら用紙でもいいじゃないですか。家の中探したら、鉛筆とかいっぱい余ってるでしょ。で、それでもうとにかく一旦提唱して、淡井さんが言われた何番かっていうとこうね、さっとこう書いて、で、これ見終わったらすぐに自分で見ると。で、状況を確認すると。で、それぐらいのことが、すでに地方議員の時点で終わらせておかないと。で、地方でもほったらかしになりすぎ、他のところでも言ってますけども、サンフレッチェ広島が、広島でサッカースタジアムを新しく作ろうとしてると。
これは知事か市長に責任ありますよ。どうせ町づくり出身家の人間が知事市長になったんじゃないですか。神戸の笹山市長がそうでしたから、もう亡くなりましたけどね。阪神淡路大震災があったのに何してたかって、神戸ウイングスタジアムを作ってたって。もう一回全員口座、そいつらの口座差し押さえて、民事の三審等以内の請求でいいかなあかん。刑事訴訟なんかそんな生ぬるいことしよったら、どうせ保釈金ですぐ出てくる、誰かが金回して。だからそいつらに生活保護でもあなたたち頑張って働きなさいよっていうようなところまで追い込んで、それを世間で公にすると。これで議員になる人たちが本物の人間しか誰も立候補する人間現れないっていう世界になります。変に議員になって金儲けしようなんて、そんな甘っちょろい考えでも議員になったらあんたたち偉い目に遭うよって。本物の人間はものすごい追い込みかけてくるよって。いるよ神戸にって、組織壊らないやつがって。それが淡井圭介。なぜなら真っ当側の人間で物事固めなかったら、どの組織も真っ当側の人間が圧倒的に比率を高めなかったら、どこも崩壊するからです。そして先進文明は確実に滅びるからです。それが未だに分かってないから、はどうせその研修内容を見たらどうせ多分僕が怒るような内容でしょう。今更海外行って覚えることなんかないですが、そんな暇あったら早くこの国の中のエネルギーの残存量問題早く対応しなさいって、頭なんか入ってない人間なんだなっていうことをテレビ見てて喋ってる内容を見たらすぐ分かりますから。今岸田さんたちが責めてるんじゃないです。だから世間の支持率で岸田さんの支持率が落ちるのがおかしいんですよ。岸田さんは僕の言ってる内容に関して、対応しようとしてくれてます。そのいらない法律で1年以内になくせるという方向で、光栄ですけども言えています。まずはそういうところからなんですよ。カメラのある前で言えるかどうかなんです。それみんなの前で言うっていうことですから、まあマニフィストみたいなものですよ。だからそれだけ自分で自分にその気合も入るし、追い込みもかかるし、自分で自分を奮い立たせることにもなりますし、ですからその頑張ってる姿勢にみんなが共感する。これが票に現れる。これが正しい政治家のあるべき姿です。だからその笹山市長の件に関しては僕のホームページに、記載しています。文章化してね、どういう人だったかっていうところ、今の人生の生い立ちから何から何まで、ね、だそういうふうなことを含めて、しっかりと理解できてる人間なのかどうかっていうところですね。もう正直に言いますよ。もともと芸能人だった人間が議員なんかなっても役なんか立ちません。テレビ出て遊ぶこと、遊びながら金もらうことを覚えてしまってるから役立たない。真面目に、報道関係とかでね、政策とかそういったことを議論するような番組にばっかり出てるような人、そういう人たちだったら可能性はあります。ただエネルギーの残存量問題とかそういうふうな問題のその根本的な解決、法律の削除がこれが一番有効なんだっていうところまで分かってなかったら、お金を確かある程度ばらまく、それはいいんです。本当に低所得者の人たちにはそれは必要ですから。実際給与の算定表というものがあって、で今なんかもうそれよりもひどい状態で、ね、半分の企業はもうずいぶん前から 40% ぐらいですよ。民間企業なんか住居手当もついてないんですから。扶養手当はない、住居手当はない。で人材派遣業法が増えたから、ね、もう私が働いてた頃なんか退職金なんかない、社会保険にもなかなか入れてくれない。昨年ですら人材派遣会社の人間が3回も聞いてくるんですが、一番最初から僕は社会保険入りますって言ってるのに何回も聞いてくる。入れ替わり立ち替わり別の人間が、これが世の中の実態。水面下でその方が会社、ね、人材派遣会社に払うお金が少なくなるでしょ。厚生年金の半分は会社の負担なんですから、派遣先払わなきゃなんないんですから。だからそういうことを労働者に求めてくる。たかが人材派遣会社の窓口とかの人間がこの僕に向かってですよ。自分の身の丈を分かってない連中っていうものが多すぎます。それは国会議員であろうが私は平気で言いますよ。私の実績の方がはるか上ですからね、実力も。まあもちろん野田さんとかね、畑山幸男さんとか麻生太郎さんとかね、バックアップしてくれてるとか、その先代の方たちとかはね、君側でいいっていうことは野田さんとかね、
キリッとした顔で大きな声で国会で言ってくれたり、岸田さんも今のお前のままでいいっていうことを大声で言ってくれたりとかしてくれています。だからそういう部分があってこそ信頼関係っていうものがあってね、一見まあその自民党をけなしてるように聞こえるかもしれませんけども、これ一応他の党の人たちもよく見といてくださいね。マスコミの人に言ってます。何か疑わしい海外旅行等あったら、それ国内も同じですよ。それ新聞の記事にしてくださいね。いや昔文春法って作ってたでしょ。フジテレビの最近昼間の番組がちょっと面白くないと、ずいぶん長い間ね、ぬるい番組が続いてるから、もう一回坂上さんに出てもらってもう一度番組復活させましょう。何でしたっけ、なんせフジテレビの昼間からいろんなね悪いことをしていた人間を、取り扱ってた、番組、ああいうふうな内容をね、復活させましょう。まあこれはもちろん総務省の方もね、しっかりと、民間企業、まあそういうふうな番組、大いにするべきであると、まあ、そちらの意思でお任せしますということで、あとはここから先はフジテレビさんの役員さんの考え方次第ですよね。しましょう。視聴率はそれなりにあるときはあったでしょ。なんみんなその世の中の、その正直ね、お金持ちなんか国会議員とかにならなかったらなれないでしょ。なれないですよ。知事市長とかにならなかったら。民間企業のごく一部の大企業だけなんですよ。それでも裁判所に何回か出されるでしょ。そういうもんでしょ。どう考えても。ね、世の中を中間所得者層を正しい意味で増やしていく。余計な仕事は増やしちゃダメですよ。エネルギーの残存量問題ありますから、くだらない仕事がいっぱい世の中ありますから、仕事をそこは減らしていかなきゃならない。無駄を減らしてね。だから無駄なスタジアムとかの建設、万博もそうですけども、あのものもいらない。国際条約でだいたい例えば東京だったら、ビッグサイトエキスポか、なんかビッグサイトか何かいう大きな建物があるんでしょう。だからああいうふうなところで展示会開いたらいいんですよ。大阪だって別にドーム球場を使ったらいいでしょうし、別に広い空間のところがいっぱいあるんだから、ね、ある程度の規模のところだったら、一流ホテルの大広間使ったらいいんですよ。円卓だったら400名ほど座ったりできるんですか、大きなホテル大体。神戸で言ったらポートピアホテルとか、まあ新神戸オリエンタルホテルも同じぐらいなんじゃないですか。だから、新神戸オリエンタルホテルじゃないです。今、名称はクラウンプラザホテルですね。阪神淡路大震災がありましたから。ああ、もうあれでも全部アウトになりましたから。で、外資に助けてもらってと。まあそういうふうな形ですね。まあ大阪のヒルトンホテルとか、リッツカールトンはどうかな。そこはちょっと働いたことはないのでわからないんですけども、基本的に大きなホテルは大広間がありますから、だからそういうところで展示とかしたらいいでしょうし、だからせっかく作った建物をうまく利用すればいいんですよ。だからそういうふうなところで、余計なものを作らない。もうスタジアムなんか論外、映画館なんか論外。もう作りすぎた後なんですから、そんな映画館に関しても。そのレンタル DVD ショップとかができた時点でもう絶対無理なんですから。有料番組とかで見れるようになったんだから。それなのに数年前東京で新しく改装したでしょ。分かってないなって、行政が全力で止めろよって、何してたんだっていうのが、ほんとね、ボーナス返納しなさいとかもう僕は言いたいんですけどね、させたいんですけどね。業務を怠ってると、街づくり化の意味が分かっていないと、エネルギーの残存量問題を真面目に考えていなかったからそういうことになるんだって。それで高い基本給もらって、ボーナス平気で毎年毎年もらってって、これで国民が許せるかって言うと許せませんって。それをね、しっかりと言える状況を自分でも作っておこうかなと思ってます。まあその先ほどインターネット記事でそのね、安倍さんの例が出てきてたんですけども、安倍晋三さんのことが、そのカツカレー3500円のカツカレーを食べたら国民に批判されるっていう話だったみたいなんですけども、それはね、それはちょっと違うかなって思うんですよ。その
どうしても美味しいものが食べたくて、多分その豚肉じゃなくて牛肉だと思うんですよね。牛肉のカツカレーだと思うんですよ。でだから良い部位使ってるんだったら、まあ、それぐらいの値段はすると思います。で、まあ、もしそれが豚肉だったら、それは総理の方がぼったくられてますね。これは公正取引委員会等がありますので、カツカレーの相場ぐらいあります。まあ大体いいものでも1000円ぐらいいくかなどうかなですね。大体一般的な相場、カツカレーなんてものは600円、今の時代で、まあ、600円かな、まあ、まあこれ都市部とか地方とかで随分変わってくるところは変わってくるんですけども、まあ、600円700円そんなものでしょう。都市部でね、都市部で600円700円ぐらいだと思いますよ。数打って勝負ですよ、飲食店なんて。みんなの買えるような値段で設定しなかったら、食べれるような値段で設定しなかったら、お客さん来なくなるんですから。だから最初からもう先進諸国は全て少子化始まってるんですから、どこもどの業界も 99% の業界は事業規模縮小していくんですから、いいとこ漫画アニメゲームの分野が海外へ進出して、発展途上国が先進諸国化してますから、まあ、そこへもまあ販売ルートを広げたりするぐらいで、まあ、そこの国の人たちでゲームを作り始めたりとかして、まあ、売り上げとか上がってきて、まあ、ゲーム業界とかが、まあ、ある程度の売り上げが出てくる、その人たちの雇用になると、まあ、こういうふうな形になるでしょうね。まあ、それぐらいですね。だからまあ娯楽の分野ですからね、クオリティ高いものを作れるかどうかですから、それでによって、ね、受け入れてもらえるかどうか、もうそこは勝負どころですから、まあ、ちょっとあの話だいぶ変わりましたけども、まあまあ、今井絵理子さんが議員になった時に、まあ、その耳の不自由な息子さんがいらっしゃるっていうことは、テレビの、ね、あのニュースで知っていました。で、ただし僕は国会議員になるからには実力ありきじゃないとダメですよっていう考え方なので、これは池上彰さんに、ね、あらかじめ、伝えておきました。今井絵理子さんに、まあ、ちょっと厳しい質問してもらえますかと、実力はどのものかな、どういう返答をするかなっていうところを僕は見てたんですけども、まあ、ぼやっとした内容しか言わなかったですね。だから気迫とか何も感じられなかったし、こういうふうなことを改革するっていうことを明確に言えない、自分にはこういう案があるっていう、だから党としての案と別に違ってても僕は言っていいと思うんですよ。自民党でも、あの立憲民主党であっても、どこの党であってもね、自分はこういう案を持ってる、だけども党の上層部に止められたって正直に言ったらいいんですよ。で、党の上層部の人にはこうこうこう言われましたとか、そこでね、みんなであの議論とか始まるんですから、だからそういうのはまたあのフジテレビの昼間にしましょうよっていうことを僕は言ってるんです。まあ、とにかくね、くだらない番組が多すぎます。私からの提案で良質な番組あれだけ作ったのに、なったら良質な番組の中でごく一部余計なところありました。あのね、TBS さんでものすごく良い番組作ってもらったんですよ。海外から日本へね、いろんな希望を持っていろんなことを学んで母国へ帰って貢献しようと日本に来られた方、頑張って日本語を覚えて、まあ、それ喋り方ちょっとそのネイティブな我々からしたらちょっとたどたどしく聞こえたりするかもしれませんよ。だけどもそこには他の国の言語も覚える、プラスある程度英語も覚えなきゃなんないっていう、その高いハードルを超えてね、頑張って、夢持って日本に来たと。だから そういう人たちが、まあ、自分の母国に親がいるわけじゃないですか。だからその親とかに何か贈り物をしてあげましょうって、この番組を行ったらどうですかと。で、まあ、私がチョイスとかしてたのはこたつとかなんですよね。電気代安くで済むじゃないですか。だからエネルギーの残存量問題ともマッチすると。暖かい。で、日本独特であると。そこでね、僕ももしかしたら乗せられって言ってしまった方かもしれませんけども、いらないのが、もう社名だし言います。TOTO さんの、トイレの、水出てくるやつ、ウォッシュレットって言うんでしたっけ。もういらない、普通に水流しりゃいい、余計なもの作らなくていい、あんなことでエネルギー使っちゃダメ、TOTOさん、もう TOTO の役員の人覚えといてくださいよ。いつまでも覚えてなかったらもう仕事できてると見なさないですからね。どうせ国からのお金紛れ込んでるんですか、TOTOさんも。返してもらいますよ、余計なもの作ってるんだったら。エネルギーの残存量もで90億人の命の方が大事。もうガス、技術的に採掘可能埋蔵量、ずいぶん前から
50年分ありません。もっと昔から言われてたはずですよ。富野さん、ガンダムの生みの親、富野さんが、若い頃かある程度の頃の年齢の頃にエネルギー関係はもう残り80年分ぐらいだっていうことを言っていて、全部その通り物事進行してるんですよ。ある程度数字読めてきますから。発展途上国はどれぐらいのスピードで先進諸国化して、どれぐらい車が売れて、どれぐらいエネルギーが消費されていくかって。ガスなんか7割以上が石油の揮発したものですからね。それぐらい覚えておいてくださいよ。そんなことも知らないで役員になってる人いるんだったら、今すぐホームページ淡井圭介のリンクを片っ端から見てください。で、YouTube で私が述べてる内容とか片っ端からしっかり聞いて、帰ったら1日1、2時間自宅で自主勉強は必要ですよ、その時間は。それぐらいの覚悟を持った人間だけが役員になってください。今更エネルギーの残存量問題知りませんじゃお話になりませんから。仕事の仕方全部失敗しますよ。その本さえなくなってくれたらね、その TBS さんのああいうふうな番組は、まあ、テレビで、まあ、年に、まあ、10回なり6回ぐらいかな、まあ、何回も放送してくれたらいいと思いますよ。まあ、撮影したりするのに、ね、時間かかったりすると思いますけども、実際その両親との仲直りだったりとかね、その介護の部分の話とか実際されてたりとかもあるでしょ。大変な境遇を知ったりとかね、まあ、そういうふうなところで、まあ、高い視聴率が得られていて、世の中の人たちが求めていると、まあ、良い番組なんですよ。くったらないどうでもいいような番組とかじゃないですから、もう一度ね、テレビ局のテレビマンの人たち、淡井圭介がどんな番組を提案していたかっていうのを僕のホームページに載ってるんですから、もう一回その番組とか思い出して、淡井さんが何言ってたんだろうって、それ自分たちで見て、頑張って、トライしましょうよ。良い番組作りましょう。そういうことなら、大企業の方に、純利益がたくさん出てる企業とかに、ちょっと CM 料を見立ってもらえませんかっていうことを僕の方からも言えますから。実際それで、経済の状況が良かった時に、テレビ局の人たちのボーナス、6ヶ月分か7ヶ月分ぐらい年間で出てたとこは出てた時の年あったでしょ。するべきことをしっかりしてくれるんだったら僕もそういう方向で動くんですよ。でもちろんそれに関して経済界も、よし分かったっていうことで、理解を得られるんですけども、今だねしょうもないエロ売ってるような形で関連儲けしようとしとうやつがいったら、もうどこの誰であると許さないですかね。親は議員知ったこっちゃないよ。こっちは大統領とか基礎意見とかそういうこと、まあちょっと言い方は今、もう本当に、もう基礎せなあかんっていう、そういうことをね、言って、実際、ね、手錠をかけられてる大統領は手錠をかけられてるんですから。絶対安全権なんかありませんから。大企業の役員の娘や息子だっていうことで調子乗ってるやつなんか言ったら、もう僕みたいなこの貧困層なのに全然誰もお金しっかりと支払いしないで逃げ回ってたこの世の中に対して、ものすごい、いいですか、このことは本当は言葉あんまり使うと良くないからちょっと優しい言い方で言いますけど、怒りをね本当はものすごい持ってると、そこを理解しておいてください。そんな勢いで裁判始まったら止めようないですよ。いろんな法律名いっぱい出しますからね。で、本当に裁判は何が重要なのかっていうことで物事決まるんです。本当は法律名どうこうじゃないんです。それ分かってますかっていうことなんですよ。テレビに出るっていうのは、弁護士さんなしで裁判勝ったことのあるような人間が、まず報道機関のアナウンサーになれるっていうぐらいの条件にしなかったらダメ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 。学校の大卒で、そんなこと決めちゃダメ。大卒なんかもうどこの業界も大した人間いない。会社入ってから頑張って世の中のこと分かるの。働かないとみんな実感なんか持てないんですから。以上です。まあ少し話長くなりましたけども、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。